ってます？長さん。立ってる。すげえ。そう思った。ね、なんでなの？できる人って立つみたいな。じゃあ早速始めますね。はいよ。シカゴレッドスターと所属だが叩き受けてる。お願いします。お願いします。それでは早速始めます。生年月日と年齢は。何それ。調べろよ。昭和62年7月15日生まれ。趣味は。趣味いっぱいあるね。全部どうぞ。全部？散歩、ドラム、絵を描くこと、体のことを勉強すること、本を読む、キャンディークラッシュ。なんかのキャンディークラッシュ。ナホミと被ってる。すごい。ちなみに今どれぐらいですかレベル？今ね、7141だったかな。ナホミボロ負け。アウェー先生に行くとずっとやってるけど、あ、移動中とか。そう、普段は1時間ぐらいかな。よく見る YouTuber はのりチャンネル、神社チャンネルかな。それどういう系の人？うちも全然わかんなかったです。のりチャンネルはお医者さんがやってる。ほんで何を教えてくれる？人生において大事なこと。うわ、神社チャンネル、日本の神道のこと。わあ、すげえ。ちなみに YouTube やられてますよね。うん。ぜひあの機会があればエースチャンネルとコラボもしくは関われるようにこちらも頑張ります。お願いします。やろうよ。普通にやろうよ。あの私の YouTube の特徴はあの、うん、方向性がないことだから。じゃあさ、うちらの企画何にする？何がいい？何がいいのかな？まだ考えよう。それは。そうしよう。そう、そうご期待。一度やってみたい仕事は？職人。何系の？的な仕事かな？何でもいい。日本の伝統工芸の職人的な仕事をやりたい。陶芸とか？うん、とかでもいいし、うん、仕事として経験をしてみたい。だから職人ってことはさ、何か一つを突き詰めるってことやな。そう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 、なんかそういう、そう、突き詰める系の仕事。スペシャリスト的な。そう。休日は何をしている？家にいるよ。映像編集してるかな、大体。最近は。悟空いるじゃないですか。あ、そうだ、悟空の散歩行かなきゃいけないね。あ、毎日5回、4回の5回行かなきゃいけないから、1日。そんなに。うん。え、どのタイミングで行くんですか？朝。朝、たまに2回。子犬はね、あれなんだよ、頻尿なんだよ。外でしかおしっこしないみたいな。そう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 。もう訓練されてるから。うんうん。もう庭でもしてくれなくなっちゃったからさ。ああ。だから趣味散歩が入ってるんですね。そう。ああ、なるほど。今1週間オフがあったら何をしたい？彫刻。彫刻？彫るやつ？彫刻とミシン。何を彫りたいんじゃ？あのね、わかんないんだけど今ね、木と彫刻と買ってあって。でもまだ一回も手をつけてないの。で、いつかずっとやりたいってことやった。時間が 見つかったらね。それはね、1週間あったらずっとなんか作業に没頭したい。ミシンは何を作りたい？着なくなった T シャツとかさ、使ってなんかやりたいなと思ってて。すごい、なんかじゃあ細かい作業とかそういうの好きなんですね。あのね、作業が好きだね。昔していた習い事は？あと、ピアノ、ソロ版、いるよ。ピアノはどれぐらいやってたんですか？ピアノはね、11年。え、そんなに？結構、うん、やっぱ音楽つながってますよ。4歳から15歳。4歳から。サッカーより先に始めてる。じゃあピアノの発表会とかさ。やってやった。うん。たまたまあのうちのお母さんがあの検証で電子ピアノ当てたのよ。へー。だから通えるようになった。ソロ版？ソロ版。ソロ版はね、お兄ちゃんが行ってたからかな。あと家の目の前にソロ版教室があったから。徒歩30秒。ソロ版は3年ぐらいかな。でも計算するとき、こうなんか勝手にこうやっちゃうみたいなありますよね、ソロ版。そんなのないよ。ないですか？ないよ。そんなのはない。一応ね、ソロ版検定3級と暗算検定3級までは取った。よく聞く曲は？気分によって変わるんだけど、最近はね、運転してるときはあのビーズのプレジャーっていうアルバムとグレイのドライブっていうアルバムと、まあ、あとは90年代ヒットソングみたいなプレイリストをかけた。かっこいい。
昔懐かしい。なんかねもうね最近の曲が聴けないの。もう昔の曲大好きで、昔の曲を聴いてるとなんか落ち着くみたいな。え、じゃあもう最近のさ、なんていうの、最新の曲でさ好きな曲とかはない？最新の曲がわからない。じゃあ一番好きなアーティストは？アーティスト、いいね、いいね、そういうのもやめようよ。一番は選べないと。一番は絶対選べない。でも昔ハマってた、中学生の時ハマってたのはダパンプ。ダパンプ。え、その時のダパンプってさ、あれじゃない？もうシーバーとかじゃない？そう。それそれそれ。そう、もうね、ダパンプが出るテレビは全部あのね録画してたし。うわやそれ。雑誌の切り抜きとかもめっちゃ。あともう人増えちゃったじゃん。USA とかなっちゃってんじゃん。確かに確かに。もうあれはダパンプじゃないな。座右の銘は考えたことないもん。いつもさ、それ聞かれるんだけどさ、何に一つ出てこないんだよね、うん、何っぽい王道のやつは来ないと思うんですよね。うん、ね、なんかすごい難しい言葉を言いたいんだけど、難しい言葉が今頭にないっす。それ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 。あ、はい、いいの思いついた。はい、はい、俺の真似できるもんならやってみろ。なんだよそれ。座右の銘じゃん。どう、かっこよくね。じゃあそれでいくもん、うん、それで長ちゃんも、長ちゃん僕ね。最近買って良かったものは、まだ良かったかどうかは試せてないんだけど、良かったって思うだろうなっていうものの一つに、ドラム缶。ドラム缶って面白すぎますけど。どういうこと？やりたいことはちょっと想像できたんですけど、ぜひお答えください。五右衛門風呂をやりたくて。そう、冬にちょっとドラム缶を買って、あとそのブロックとか下にね、うん、敷いて、もうセットしてある。ほら外に置くからさ、隣の家の人たちに見えちゃうから、それを見えないようにするやつも買って、あとはもうあとホースを買うだけなの。ドラム缶を買う時の気持ちが知りたい。ドラム缶買ったって人初めて見た。うちも基本の銃でもう大体わかりますね。やっぱりスケールが違う。ザワールド、やっぱり統一性ある。なんか時代な感じと日本のこういう古風な感じ。確かに確かに確かに。テイストチェンジいきますよ。いきましょう。サッカーも入ります。プレーする上で一番心がけていることは？適切なプレーをすること。それは相手とか監督とか味方とかも全てを含めてってことですよね。そうだね、うん。最近の試合で一番なんか心がけたこれっていうのあります？最近心がけたのは、背後へ走る。アメリカ人って速いじゃん、うん、背後へ走ったって叶わないって思いがちだけど、走らなきゃいけない場面があるじゃん。長ちゃんさ、アメリカに行ってさ、うん、速度が上がったって言ってたよ、うん、アメリカ人に負けへんぐらい速いってことやん。負けない時もある。那覇の試合ばっか見てる間に私の試合も見てよ。ごめんなさい。見ます。長ちゃんの試合も絶対見ます。いや、見なくていいよ。見るよ、絶対見る。じゃ次いきますね。はい、子供の頃の憧れの選手は？いない。男性とかもいないですか？いなかったね。ポスターは飾ってたりしたことがあって、部屋に。福西さん、かっこいいから。かっこ、顔っすね。顔。あと一個だけビデオを買ったことがあって、選手の、うん、マルコ・ファンバステン。ファンバステン、うん、私が好きだった人がその選手のことが好きで。うーん、なるほどね。それでどんなもんかっていうのね。かわいいっすね。ここだけは負けない自信のあることプレーは？プレー、そんな自信ないよ。そんなこと言わないでくださいよ。ある。うちらどうすればいいですか？それな、人に合わせるプレー。人に合わせるというか、その人がプレイしやすいようにプレイするみたいな。なんかそういうことを言われるようになったの、チームメートに。なんて？私とプレイしてると自分が上手くなったように見えるし、すごいプレイしやすい。それってめちゃめちゃすごくない？めっちゃ嬉しいっすね。素晴らしい。〇〇選手のここは本当にすごい。誰のどこ？日本人。はい、すごい。これさ、なんか政治的な問題出てこない？
じゃあ澤さんの守備察知能力、危機察知能力、うんうん、クイズみたいな、あやのキック、うん、ナホのクロス、うん、ブッチのドリブル、アスのロンドンオリンピックの決勝のプレーありがとう、すごい嬉しい嬉しい、めっちゃ嬉しい。ロンドンオリンピックのどんなアスナが良かったんですか？すごい躍動してたよ。たまに見るのよ、ロンドン五輪の決勝の試合。ラスさ、途中から出てくるのよ。いいのよ。聞いてるのよ。ありがとう。歴代のなでしこジャパンで印象に残っている選手は？磯さんのタックル。ターニャ。うん、大谷さん。原さん。ちなみにもしじゃあ、今のなでしこら辺でなんか、あ、この選手、面白いなみたいな選手います？高橋原ちゃん。花ちゃん見てますか？ちなみにどんなところが？結構フィジカルあるけどさ、結構繊細なプレーもできるみたいな。あと器用にフォワードもセンターバックもこなすし、成長を期待したい選手。おお、めっちゃ嬉しいよ。絶対見てほしい。じゃあ次いきますね。背番号何番が好き？17。こだわりは？まずはラッキーセブンのセブンが入ってるっていうことと、一番最初のオリンピックかなんかでつけたのが17。17以外やったらもう好きな番号はない？ないね。何番でも空いてますよって言って17が埋まってたら17番がいい、ちょっと変えてって言います？人によるけどね、そのつけてる人によるけど、うん、交渉はするね。うーん、ちょっとここからウィーリーグモードになって、ウィーリーグで何でも変えれるとしたら今永さんが、うん、何をしたいですか？ね、もっとクリエイターを導入したいね。マーケティングの部分かな、見せ方のところ。アメリカかっこいいですもんね。うん、それ全然違いますよね。うん、マーケティングがドメスティック、国内向けだから非常に海外向けに展開したいかなっていう。面白い。私かっこよかったらやっぱ夢になりますよね、少女。そう、うん、かをメインコンテンツにするんじゃなくて、サッカーをなんかこうサブコンテンツみたいな感じで扱って、他のコンテンツをもっと充実させるみたいな、そのプライベートのことだったりサッカー以外のところだったりっていうところにフォーカスを当て、ウィーリーグつながりラストです。ウィーリーグは10年後どうなっている？消滅？消滅？わかんないけど、なんかやっぱサッカーのなんか人気というかサッカー離れみたいなのが起こってるかなっていう気はしてる。10年後続いてるかっていうのはちょっと想像できないね。それを阻止するためにも、まあ、今後期待することとか、長さんはさっき言ったみたいにそういうことをしてくれば可能性は、これはもう自由な意見ですから貴重な意見ですよ。多分そうやって言う人は長さん今後出ないかもしれないです。ありがとうございます。ほんま例えばさ、そのお金の面についてはさ、どうしたらいいと思う？各チームの収入源っていうのがさ、スタジアム動員だけに頼ってると結局収益が上がらないと思うんだよね。だからそれ以外のコンテンツを売っていかないとっていう。それってアメリカはこうやってるんだみたいな、だいたいチーム統一されてるんですか、マーケティング的なの？ユニフォームをとにかくかっこよくするみたいなのは最近よくやってて、なんか普段着でも着れるようなユニフォーム、そのグッズ通販売が結構多い。あとさ、なんかさ、ボックスシートとかあるじゃん、VIP、うんうん、席とかシーズンチケットとか、なんかご飯も食べれるみたいな、その富裕層向けのチケットみたいな、そういうのも作ったらいいのかなと思うんだけど、そういうのあるの？ B リーグあるチームも多分ある。でサッカーを見ることがなんか楽しみというよりは、そこに行ったら何かあるみたいな、その VIP 席に行ったら。うん、なるほど。対戦するのが楽しみな他のチームの選手は？いないよ。味方だったらいいけど、相手はどうでもいいよ。じゃあ味方一緒にプレイしたい選手？なんかすげえ変わっちゃった。もうそれにしましょう。あれアレクサじゃなかったっけ、あのバルサの11番。ああー、バルサの人ね。うん、左利きのゴクーン。あ、どうかしちゃってる。あ、すごいすごいペロペロしてる。あ、すごいペロペロしてる。散歩行ってくれよってなってますよ多分。早く散歩してくれよ。もうちょっと待ってな。ちょっと待って。10問待って。ということでテイストチェンジいきます。テイストチェンジ。鍋なら何鍋が好き？キムチ鍋。辛いの好きなんすか？いや、辛くないキムチ鍋が好き。コクがある。そう、
キムチじゃなかったら何ですか次。持つ。おお。10億円持ってたらどうする？仕事は辞めるね。旅に出る。へえ。富の分配をする。かっこいい。かっこいい。そんなことも使ったことないっす。富の分配。はい、無人島に一つだけ持っていけるとしたら何を持っていく？ナイフ。必要的。理由は？ナイフで生き物を切れるじゃん。でナイフで火起こしできるじゃん。ってことでナイフ。これ性格出ますね、ほんと。面白い。なるほどね。やっぱ、じゃあここからちょっと恋愛モード入ります。憧れのデートプランは？なんか昼間は街中をプラプラって散歩しながら、なんか適当に目的もなく、夜はファンシーな感じのレストランで、食事を楽しみながら、夜はそのレストランがあるホテルに泊まって夜を過ごすみたい。ちなみにこの憧れのデートプランやったことはない。好きなタイプもしくは好きな仕草は？変顔。変顔をしてくれる人、うん、あ、そうだね、うん、仕草でしょ。仕草、変顔っていう仕草。好きなタイプは？タイプ、タイプ、グーフィーなところ、ちょっと間抜けなところがある人かな。初デートに行くならどこ？人があんまいないとこかな。今パッて思いついたのどこですか？アメリカっすか？海外のどこか。自然が広がっててさ、もう二人きりしかいないみたいな空間。愛とお金どっち派？愛。その理由は？お金はね、ただの物質だから。愛はお金じゃ買えないから。愛にこそ価値があるって思ってるからかな。かっこいい。初恋はいつ？どんな人？小学校1年生だったかな。サッカーやってて、クラスの中でも人気者。やっぱりあるある。バレンタインのチョコをあげた。うまくいった？あげただけ。ホワイトデーのお返しはなかったと。外食するなら丸々料理1個だけ？は、あ、まあ、1個じゃなくても。モダンアメリカンか日本食。何それ？モダンアメリカとアメリカン。ハンバーガーとかさ、アメリカのモダンな料理だよ。ステーキとか。やっぱそういうの食べるんですね。食べるね。好き。なんか結構こうストイックなイメージがあるから、結構もう和食米派ですみたいな。米は食べないね。朝ごはんとかってパンですか？卵のみ。卵に大根おろしとネギ。1日でも1食か2食かな私は。でもこれ3食食べなきゃいけないって誰が決めたんだとか、なんかいろいろ話題になってますよね。誰かが決めたのよ、あの人を不健康にさせるために。10年後何をしている？10年後なんて考えらんねえよ。10年後なんて生きてるか分かんないよ。南の方に住んでるかな。どこ？南ってあったかいとこ分かんないけど、あったかいとこ。日本だったら沖縄。うん、アメリカだったらカリフォルニアとかフロリダとか南の方かな。けどラストございます。まだあんのかよ。一番重要な質問があります。ラスト、うん、アス、はい、タクエースチャンネルに一言。編集のクオリティが上がってきてると思うので、引き続きクオリティを上げ続けていくことを期待しております。うわー、その言葉も嬉しいし、見てくれてることが嬉しいです。引き続き刺さってることがもう、それ、ほんま、ついてくれてることが嬉しい、そこに。嬉しいついでにもう一個お願いしてもいいですか？まだあるかよ。もし可能なら、エースチャンネルをご覧の視聴者に、もし、視聴者の方が。視聴者の皆さんに、一言。エースチャンネルをご覧の皆様、おそらく皆さんは女子サッカーが大好きでエースチャンネルに登録してくださっていると思うので、これからもエースチャンネルの良さであったり、っていうのをね、どんどん皆さんが発信していくことがこれからすごく重要になってくると思うので、皆さんぜひぜひエースチャンネルのことをどんどん発信していってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ほんまにありがとうございます。